常識ならあるかもしれない。常識ってなんかもう やばいわ。いろんなクイズやって全部証明されていくだけだろ。アニメクイズとかある。俺でも別にアニメそんな詳しくないぞ。アニメクイズとかあんのかな。よっしゃ、行くぜ。死に、いや、やっぱアランカル出現編でしょ。なんかいっぱい分かれてるわ。え、なに、アラン、え、なんかアランカルも3つぐらい分かれてんのか。まあいいや。ちょ、まあ一応初級からやってみる。え、なんか、うわ、触ったら出るわ。怖っ。ちょ、待って、おちょっと触っちゃったから、中級行くな。気をつけよう。あ、エスパーダです。はい、これエスパーダ。金髪ツインテールの、は、金髪ツインテールなんかいたか？おい。バイザードのに金髪ツインテールの女いた？なんか、もう少し画面でかくない？ワイプの話してる。俺これわかんないわ。猿垣日和？いたか？そんな奴ら。誰だ？こいつ。知らねえ。黒崎一護の超高密度の冷圧を飛ばすセロ。え、これ何？月が天正だっけ？あ、だったわ。初回、初登場時、挽回、なんとか状態のイチゴ圧倒した。あー、こいつ、あれだ、ウルキオラ。なんとかウルキオラ。うわ、ウルキオラシファーって言うんだ。織姫に修復しのグリム城が殺した。こいつ知ってる。ちょっと好きだった。カタカナ2文字。ネロだっけな。こいつ、ネロか。ネロだろ。ルピーでした。うわー、あいつ結構好きだった。あ、触手いっぱい出てくるやつな。結構忘れてるな。チャドや織姫を圧倒した10番、10番だったのでかいやつやろ。マミー、ヤミー、ヤミー。あ、当たった。ヒッツガヤは、限定解除により、本来、何パー ?20%。しゃ当たった。アランカルとの戦いで、己の魅力と感じたチャドは、チャドあんま興味なかったから全然見てなかった。なんだ、誰だ、誰だよ。あばらいレンジか。そうだったか。そんなこともあったか。いや、そうそう、俺、猿垣日和を覚えてないんだよ。じゃんじゃね？勘九郎と一緒だろ、じゃん。ハゲでした。これまずいですね。このご時世、今のご時世炎上するんじゃないですか？上級いきます。ウリュウのパパ？知らねえよ。うわ、これマジでむずいわ。ちょっと待って。あ、もう一番からわかんない。誰？あ、源流。源流か？源、なんか、なんだ。ルキアの残白と名前ってマジで、白いやつな。白刀みたいなやつ。袖の白雪でした。はい、白いやつですね。従属感とか、スペイン語の問題も知らない。あー、フラシオン！いたわー！悔しい！仮面の軍勢のエロ本が好きなセーラー服。あ、メガネかけた黒髪おさげの子だろ。名前知らねえわ。あ、ヤドーマルリサ。ちょ、待って、もう全然難しくない？待って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 。松本蘭菊の残白とか番、ハイネコじゃなくて、これハイネコ違うの？ハイネコだ、あたさ。え、でももうこっからも全部わかんない。あ、一心か。相川ラブ、いたな。サッカー手伝ったんや。え、6名全部答えさせられてるやん。えぐ、これ。え、ちょっと待って、これマジで難しくない？普通わかんなかった。アンパンマンあんのかよ。ねえよ、アンパンマンも。あったわ、アンパンマン。アンパンマンマニア行くべ。やめます。初級行きます。え、それ行け、アンパンマン。アンパンチ。バイキンマン。ジャムおじさん。ドキンちゃん。バタコ。パグみたいな名前。こいつなんだ、バターか、こいつ。バターだろ。チーズだった。うぜ、名犬チーズな、こいつ。あいつ名犬なん？カレービア、カレーパンマン。ドキンちゃんが恋しては食パンマン。優しいヒロとしてメロンパンのヒロ。え、メロンパンナちゃんじゃないの？当たったわ。バイキンは私は、カビルンルン。バイバイキン。あ、わい余裕です。中級いきます。海、絵本作家。柳瀬。たかし。しゃあ！元気100倍アンパンマン。よし。放送してる放送局知らない NHK とか日本テレビでした。バイキンマン何せいか、ウイルス性。バイキン性だったわ。くそ、ひねれ、もうちょっと。アンパンマンの声担当してるタレント、誰？千秋。
誰だこれ、戸田恵子わかんないな。ドラゴンボール誰か、え待って、バイキンマンの声も全然わかんないんだけど、誰だよ。え、フレ、ああそうやん。うわ、めちゃくちゃ、これ初級問題じゃん。普通にミスったわ。なんかわかんないスイッチ入ってた、声優。声優さん出されたらもうわかんないスイッチ入っちゃうから。ちょっと待って、ドキンちゃんの声もブルマなんだ。へぇ、知らなかったわ。めっちゃ豪華だな。あれ藤岡弘じゃなかったの、サザエさんとマスオさんですか、当たったわ。メイケンチーズはオスかメスか、は、オスだろ。オスだよな。ソレイキアンパンマンのオープニング主題歌のタイトル、元気100倍ソレイキアンパンマン。アンパンマンのマーチでした。クソムカつくわ。青色のドキンちゃんいるわ。ドキンちゃんの色違いだろ。あれな、なんなんだ、あいつ名前あんの。ドキンちゃんじゃない。トゥンク。トゥンクちゃん。コキンちゃんだったわ。いたわ、そんなやつ。クソが。あー、ダークメロンパンダ。ロールパンダやった。クソ。そういう系じゃないのか。ダークとかもつかないのか。ああ。小学校に通う食いしん坊のカバオくん。こいつマジで食いもんじゃねえからな、こいつだけ。こいつだけ食う側なのよ。駆逐する側だよな。メロンパンダやロールパンダの姉としてしたり。クリームパンの男。ああ、あの、野球ミットみたいなやつか。あいつ名前あんのか。ねえのかと思った。クリームパンコ。クリームパンダ。なんでお前だけパンダやねん。いじめられてるやろ、ちょっと。動物で呼ばれてるもん。食パンマン、食パンチ。そうだよな。アニメ、あ、大丈夫、アニメの中しかないわ。ちゅ、やろうぜ、これ。東京リベンジャーの結果じゃ、あー、もう、佐野万次郎出ちゃった、ごめん。竜宮寺、剣。あっちゃん、あっくん、あっちゃん。あっくんやった。あ、北住市、高校2年生。中学2年生だ。くそ、メビウス、メビウス、メビウス。あっくんだ、美容師。しゃ。で、な、ハッチで、当時の歴史で、誰だっけ、カズトラ。ドラケンだったか、あ、ドラケンだったか。バルハラ。ペイヤン、バルハラの総長、総長代理。総長代理。総長代理って誰だ、メビウスの総長、あ、あいつか普通に。キサキテッタか、テッタか。ハンマか。ハンマか、あいつ悪いからな。上級ぐらいいけんじゃないの。作者、新宿スワンの人。新宿スワンの人。涌井さんなの、涌井健さんです。タイムリップする前の冒頭、あ、知らねえ、マジじゃん。なんか2045年、2010、あ、そうなんだ、2017年なんだ。あっくんの褒め、なんかさっきあったら、なんとかあつし、仙道あつし、かっこいいな。タイムラップ、中学2年生だから、2005年。うわ、当たった、すごくね。喧嘩賭博の先生、半グラスに写真、山中の不良、竹道、あ、誰だっけ、あの、あいつね、あの、ペコペコしてたやつね、マイキーに。名前長いね、でも。あー、清正くんね。マイキーはドラッケンのことを、なんて言うの、え、あいつなんて言うんでしたっけ、剣、剣坊。剣坊。剣ちゃ、剣ちんだったわ。林田春樹。パーヤン。パーチンか。ペーヤン。メビウスの、冴えない工場、メビウス元総長、え、誰だ、え、冴えない工場作業してた、誰だ、冴えないやつが上だったっけ、え、誰だよ、わかんねえ。押さない、あー、なんかいたな、押さない。え、ドラケンのことが好きな少女。え、過去編、あー、うん、あー、エマ、よし、いや、おもろいわ。